はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこんな感じ。はあ、なんか結構いやらしいな。オーロンゲはあいつマニューラに対してはあれは貼れないけど、リフレクターとかは貼れるか。でもマニューラ出そうかな。ちょっとどうしよう、出してもいいかもな。ウーラオス誰ドット入れて分かんないんだってね、どっちの方かって言っても別にどっちでもいいな。どっちにしろアシレーヌにあんま強くないんで、アシレーヌを出していけばいいような気がするんだけども。あとはヤドラン、ヤドハッサムでいこうかな。めっちゃ縛るみたいな相手の行動ありだな。先発が難しすぎる。ヤドランは、あーでもアクラオスだったらやばいか。ヤドハッサム海王ありな気がするわ。だからルガルガンから入ってカウンターを狙うの今回厳しいよね。だからヤドランハッサムでいこうか。海王、はいはい、対戦よろしくお願いします。ウーラオスが悪だったら引きましょうか。アクラオスに通る技ないからな。なんかあいつすげえ病んでそう。ストリンダー、オッケーオッケー、これはもうね先制していくぜ。クイックドローで粉砕しに行く。もうこんな普通に勝ちますからね。なめんなよ、クイックドローなめんな。サイキネで引いてくるかもな、相手恐れおののいて。よしクイックドローが発動して、やった、最後起点姿勢。こいつはパワーあるぜ、強い。え、タスキ爆音波か、これ死ぬのかな。タスキだから大丈夫か。あ、強え。ヤドルなんて残した方がいいですか。いや、ぶっちゃけそこまでか。だけどここどうせ爆音波だろうし、仮にオーバードライブでもハッサム耐えそうだしな。ここはハッサムちゃんにしよう。はい、爆音波、あー、まあこんなもんか。オッケーオッケー。でここでバレットパンチでいいよね。この HP のストリンダー残してこの、あ、引いてくるのか。誰だ、石炭山。あー、まあまあいいや。ハチマキバレパンだけどどんなもんだ。あー、やっぱ等倍で入るだけあってそれなりに通りますね。あれ、ここは海王に引く。今んとこサイクル的には有利っぽいけど、サイクル戦になってるな。最後はもうね、ハッサムとヤドランで縛るんで、ヤドランで縛るってもはやわけわかんない。燃え尽きる。これ炎タイプがなくなってもさ、岩タイプはあるから結局水技抜群ですよね。いや、こいつ燃え尽きるなんか覚えたんだ。まあまあでも面白いかも。炎岩って弱点だらけだからな。普通に歌方のアリアでもいいけど、クイックターン押してもいいね。こらえる。へえ。クイックターンで弱点保険か、もしかして。あ、蒸気機関か、そういうことか。全然気にしなかった。蒸気機関か、ヤドランで縛るか。縛るとかじゃないけど縛るとかじゃないですけどね。ヤドランとハッサムでなんとか倒せるんじゃないかな。最高気にしです。ダイマックスはできないですね、先制技使えなくなっちゃうんで。うわー、発動しねえじゃん。これなんかあれじゃない、1ターン目に特攻が上がってみたいなやつだっけ。え、でも そんな、あー、そういうやつ。やべえ、ポケモン来たら。おったじゃあな、あ、耐えた。だけど、ここもうバレパン切れないだし、最悪、クイックドローで発動すれば、クイックドローが発動すれば、なんとか。てか、それさ、大地の力でよくなかった、いきなり。まあ、特攻上げたかったのかもしれないけど。あの技って外れるんだ、いやさ、その辺ちょっと岩技だな。岩技ってどれも命中不安ですからね。やっぱパワージェムぐらいしかないわ、命中安定技が。面白い方だな、面白い方だけど俺の豪運が上回ってしまったな。レパレットパンチ、はい、これ当たったら普通にヤバくなかった。いや、まああれで負けとは言わんけどね。負けたとは言わないけど、こんななんか展開にはなってない気がする。ラストのポケモン次第で普通に負けてるしな。ウーラオス、どっちだ、水の方だな。
アシレーヌで勝てるよね。アシレーヌで勝てるけど、アシレーヌをダイマックスさせる必要もあんまないよな。だからダイジェットでやり合えばいいか。向こうもダイマックスしてきた。そう、こいつダイマックス技に対して後投げするのはちょっと危険かなと思ったので、こういうプレイングを取ったんだけど、ストリンダーはもうアクジェで倒せるから考えなくていいんですよ。バレパン別に残す必要もないし、ルネオス一応ダイジェット確か使えたから、ここダイジェットとかが飛んでくるときついんですよね。アシレーヌはダイマックスした場合アクジェが使えなくなっちゃうんで、あんまダイマックスさせたくなかったんですよ。だからハッサムで一発耐えてダイジェット食らわせてって展開の方が、まあ、賢いかなという判断をした。やっぱダイマックスハッサムかっこいいよな。ただなんかちょっとボリュームが足んないというか、小さくない？少しハッサム。そんなことない。でもなんかちっちゃいぞ。ダイナックル、はい。いや、ハッサムは今作ダイジェットが使えますからね。ウーラウスなんか弱点保険とかも増えそうだな。なんとなくダイジェットもらいやすいし。防御まあまあ高かった。あ、硬え。やっぱ硬いな、こいつ防御。弱点保険型とかいるかもしんない。弱点保険ではない。で、ダイジェット。ちっちゃいよね、やっぱハッサムちょっと。今回のハッサム遅いからやべえ、抜きねえわ、多分これ。そうだ。最近なんか早いハッサム使ったからあれだけど、このハッサム遅いわ。パレパン型だから。やべえ、これちょっと。耐えてくれ、これハッサム頼む。耐えてくれ。耐えた、偉すぎる。偉いなぁ、お前。やっぱ俺の相棒お前だけだよ、ハッサム。で、ダイジェット。ここまで削ればね、もう何でも倒せそうだ。そうだ、今回のハッサム遅いんだった。まあ、ここ生き残るんであれば、ダイナックル。てか、上取れれば、もう勝ちだからな。ダイナックルバレパンで。はい、対戦ありがとうございました。降参した後にこれ見せられるの相当ストレスになるだろうな。勝ったからよかったわ。ありがとうございました。はい、対戦相手の旗が見つかりました。お相手のチームがやっぱルガルガン使っているのは、黄昏ルガルガン強いもんね今結構。そしてゾロアークとかいうお遊びポケモンいるじゃん。どうしようかな。マニューラちょっと出したいな。出したいって言ってもそんなだな。お前さ、出してもいいな。トリプルアクセルとかでルガルガのタスキ粉砕してなんかぶっ潰せそうな気がしないでもないけど、アクセルロックをしてくるかね、マニューラに対してって。どうだろう、アクセルロックをされたらマニューラ死にそうだな。死にそうは言い過ぎか。でもマニューラから入ってもいいかも。普通にマニューラ、ルガルガン、ラストよ。まあ、ペンドラーがバトンしてくること考えると、でも鉄壁詰まれちゃうからな。ファイアローでも微妙だよね。ヤドランで行くか。サーナイトに対してクイックドローで飛ばしに行くみたいな。でもこれさ、あいつやばくね、ラオス。でも水ラオスだったら、いや水ラオスでもきついな。うわ、これ舐めすぎかな。ラオス舐めすぎだな。誰か抜くか。マニューラが一番いらないんだな、ぶっちゃけマニューラが一番いらない。ルガルガンも正直そんなか。こうしてみる。素直にファイアローを出すべきだったかなと思ったんですけど、でも多分だけどペンドラにあれ積まれちゃうんですよ。鉄壁積まれちゃうこと考えると、結局ブレバレ倒せずにってなっちゃうから微妙だよね。シナモン誰だ。これさ、どうなんだろう。でもこれゾロワークに化ける意味ないよね。格闘技食らったらどうせ死ぬもんな。どうしよう、これ普通に殴ろうかな。トリプルアクセルが全部当たれば威力120のはずなので相当強い。タスキも貫通して潰せるはず。マニューラーはね結構強いと思うんだよ。嘘、あんま強くないと思う。嘘つきました。ぶっちゃけあんま強くないと思うわ。ここから火力がどんどん上がっていくぞ。一回当たって、これ待って、弾一回ずつ発動すんの。あ、待って、これ、トリプルアクセルってそういうこと。弱いじゃんトリプルアクセル。弱っ。どうしよう、ヤトランで行くか。いや、これもう積むしかないよね。積んで先制するしかないよね。あ、それか、一回当たったってあれか、一回しか当たらなかったってこと。これだと3回攻撃だよね。
あれなんか連続ギーとかと違うようなトリプルアクセルって俺勘違いしてるかな、仕様。だから1回しか当たんなかったってことが雑魚じゃん。雑魚かよ。まあ仕方ねえわ。1回ごとにさ、弾が発動するのかと思って、それで焦ったんだけど。え、でも1回ごとに発動するのかな。え、連続ギリとかと違うよね、トリプルアクセルって。わかんねえ。わかんねえけど、もう仕方ねえ。悪巧みしよう。巧むしかねえわ、ここ。仲間作り。あ！これさ、やばくないか？クイックドローが、なくなった。おいおい、これどうしよう。やべえ、ミミロップに超仕事されてる。何お前、メガ進化できなくなってクソ弱くなったんじゃねえの。どうしようかな。いや、書店に来てないんだから、いや、ここシェルアームズにしよう。こいつノーマルタイプしかないから関係ねえわ。トリプルアクセル。こいつも使えるんだ。ほら、こいつばっかずるくない？ずる、ちょ、ずるい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 。ずるいずるいずるい。おい、やべえ、これ。まあ、これで死ぬだろ、ハイサーね、こいつは。でも、やばいな。悪だくみが無駄になってるな。こいつは悪だ、あ、でも、先生の爪は、先生の爪も使えないのか。不器用って道具使えないから、先生の爪も使えないんだ、多分。やべえ。もう完全に潰されてる。というかさ、ヤドランほどさ、え、ヤドランって、なんなら全ポケモンの中で一番特性と道具に頼ってるから、こいつがさ、一番効くじゃん。あいつの仲間作り。天才かよ。おい、天才か、こいつ。でも、え、でもここで、ペントラーか、最近でいいな。これゾロワークだったら笑っちゃうけど、ゾロワークじゃないだろ。守る。あー、まあ、ゾロワークじゃないね。サイキネがあることを考えると、ここね、サーナイトに引いてくるんじゃないかなと思うんですよね。だから、クイックドロー絶対発動しないんだし、あえてシェルアームズを押す、ここで。これバトンだろ、多分。だから、シェルアームズで貫きに行くぜ。多分こいつは突っ張っても自信があるけど、自信じゃ落ちないでしょ、ヤドランって。だからバトン押してくると思うんだよな。こんなこと言って普通に鉄壁とか積まれたら笑っちゃうけど、まあ、鉄壁はあんま関係ないんで、うちのチーム的に。これ引いてこい。毒毒。え？マジか。わけわかんねえ。わけわかんねえぞ、おい。あ、シェルアームズで半分入んの。え、じゃあもうシェルアームズ一択じゃん。ここ、サナに引かれなかったらぶっちゃけ何でもいいんですよ。だから、シェルアームズでいいよな。ダイマックスをする必要はあんまないか。あんまなくもないけど、ここはしなくていいな、シェルアームズって。自信じゃ落ちないよね、だって。こいつ自信打てるけど。バトンタッチ、やっぱそうだよな。でもこれクイックドローが発動しないことによってバトン後に殴れるの結構強くない？よく考えたら。相手やらかしたな。ヤドランはな、クイックドローがなくても戦えるんだよ。サナ、これサナイトだよね。あ、やっぱ合ってたわ。あ、でもこれ良かった、本当に。不器用。こいつも、こいつも持ち物使えなくなってんじゃん。やべえ、このバトル面白すぎる。そして一撃で死んでいった。これは、いや、いい試合だったな、これ。まだ勝ちは決まってないけど、ほぼほぼ勝ちだろ。いや、ヤドラン強えよ、こいつ。特性も持ち物いらないのか、お前。すごいポケモンだわ、本当に。無限の可能性秘めてますね。いや、こいつ本当に無限の可能性秘めてるわ。最初仲間作られた時は終わったと思ったけど、全然終わってなかった。むしろ始まってましたね。あとこれ、クイックドローがあったらさ、バトン前に、このホミイカちゃん殴っちゃってた可能性あるからな。まあ、その場合でもあれか。シェルアームズ2回耐えないから。よかったのか、別に。まあ、よかったけど。よかったけどね。まあ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 。まあ、でも下から殴れたことによって、サナを倒したってのはでかいよ。ヤドラン強えわ。対戦ありがとうございました。